小倉競馬第5レースメイクデビュー小倉、3歳新馬です。芝コース 2000m、 初出走の16頭によって行われます。小倉競馬場、今風はほとんどありません。好天、気温も予報では最高気温10度ということです。さあスタート地点、スタンド前の右手奥、奇数番に続いて偶数番の各馬、ゲートに向かいます。今13番サウバークライス、まだ枠入り完全ではなく前扉を開けて誘導してゲートの中収まります。16頭によります3歳新馬戦。さあ2番のフォティックゲートに収まります。そして10番ブレイクボーイ、各馬収まりまして、最後16番ウィンリージェント、ウィンリージェント収まって全馬ゲートの中スタートしました。1番のシャイニーコンドルダッシュつきません。スタンド前に入ってきます。広がっていますが、3番ジオパーククラウン引っ掛けますが、5番のプロミシングギャルも行って、さらには DS ソフィア、外は14番モズマワシゲリ、その後ろ12番ベルミセルが行きます。あとは2番フォティック、外は13番サウバークライスです。そしてブレイクボーイが行って4番マリノビューティーです。内には6番のサンジャックマンの体制となっています。オクタグラムは中段の後ろを追走して各馬1コーナーをカーブしていきます。先手を取りました5番プロミシングギャル、1、2コーナー中間です。リードが2馬身、モズマワシゲリ2番手、3番手3番ジオパーククラウンです。2コーナーをカーブ、4番手12番ベルミセルとなって縦長になってきました。あとは2番のフォティック、2コーナーをカーブして向こう上面へ、中段には11番の DS ソフィア、外はサウバークライス、内側6番のサンジャックマンです。さらには上がっていく10番ブレイクボーイ、3コーナーへ向かいます。外からぐーんと今8番のオクタグラム進出開始、あとはセルリアンロケット、内に6番のサンジャックマン、3コーナーへ向かいます。そして外には9番のスカーレットアリア追走、800を通過、マコトベリーキー、そしてマリノビューティー、後ろから3番手ウィンリージェントがいて、最後方は1番シャイニーコンドル、各馬第3コーナーをカーブします。残り 600m を通過、5番プロミッシングギャル先頭です。リードは半馬身、14番モズマワシゲリ2番手、外から動いていきましたセルリアロケット、さらには10番ブレイクボーイ、4コーナーへ向かいます。残り 400m 通過、そして4枠2頭外を回ってオクラグラム、マコトベリーキーなど、第4コーナーカーブから直線へ。さあ先頭は5番のプロミシングギャル頑張っているが、外からはブレイクボーイ、ブレイクボーイ間をついて3番ジオパーククラン追い込んでくる。残り 100m になる、先頭はどうか、頑張っている5番プロミシングギャル、そして懸命にブレイクボーイ、間から3番ジオパーククラウン、ジオパーククラウンだ、ゴールイン、わずかにジオパーククラウン、勝ち時計2分3秒6。最後は3頭の争い、先行したプロミシングギャル、打ち外にブレイクボーイ、しかしこの 間をついて3番ジオパーククラウン先着です。勝ち時計2分3秒6。2番手は10番ブレイクボーイで、最後5番プロミシングギャル、3番手上がり4ハロン47秒8、3ハロン35秒4です。小倉競馬第5レースメイクデビュー小倉、最後は3番ジオパーククラウン出てデビュー勝ち、首ほど先着、10番のブレイクボーイが2番手、うち5番プロミシングギャル3番手、あとは7番のマコトベリーキー、2番フォティックなど、芝コース 2000m、 勝ち時計2分3秒6です。3番ジオパーククラウン、壇の大成騎手。
小倉5レース最後の競り合い、わずかに3番のジオパーククラウンが制していました。段の大成騎手の手綱、里のクラウンの3区、おじにサンレーポケットがいるという決闘になりますね、はい、見事な初勝利となりました。10番のブレイクボーイが2着、3着にプロミシングギャル、この馬も人気ありませんで、3番10番5番は10番人気、2番人気、12番人気という決着になりました。単勝3番 23.3 倍、枠連2号 25.9 倍、馬連3番10番 56.8 倍、馬単3番10番 147.1 倍、3連複3番5番10番695.6 倍、3連単3番10番5番 4816.3 倍です。確定までお待ちください。